それでは東京理科大行ってみたいと思います。本日の英文プロゼンター図はこちら。まずは4択文法を4問。そして皆さん、長文読解の中で問われている単語と熟語の問題6問。合計10問行ってみたいと思います。ということで、頑張っていきましょう。さみさん、設問の指示の一読をお願いします。ねみさん、問いの一番お願いします。まず、空所の左側、try to。と来たら皆さん、動詞の原型が最初に来ますよね。ですから、まず選択肢の4番の ing が×ですね。で、皆さん、この後ちょっと話変わりますので、色分けさせてくださいね。で、あと皆さん、空所の右側、raw materials。原材料を使うのか使わないのか。そのヒントは空所の右側のこのあたりですね。より効率よく。という話があるわけですから、これから使うということがわかりますよね。ですから3番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて問いの2番をお願いします。皆さん、まず空所の右側ですが、women。当然、数えることができる名詞ですよね。ですから3番、4番選んでしまうと、その後ろは不可算名詞。つまり、数えることができない名詞がやってくるはずです。ですが、今回は women ということですので、まず3番、4番削りますね。で、あとめさん選択肢の1番か2番かということですが、1番であればたくさんいると。で、2番であればほとんどおりません。もちろんそれを決める根拠はこの緑の三角括弧のところですね。皆さん読んでわかると思いますが、我々の社会は完璧な男女平等ですね。そうなってると言ってもいいかというと、難しい。当然それは女性がほとんどいないからですよね。ですがもちろん十分いたら難しいとは言えないと思います。ですので、2番が正解ということでよろしいかと思います。続いて皆さん、問いの3番お願いします。皆さん、これ空所の左が be in contact と来たらもうあれですよね。もちろん正解は4番ですよね。be in contact with。うにゃうにゃと連絡を取ると。ですから、これはもう熟語の知識ということで、4番が正解で OK です。さあ、続いて問いの4番お願いします。で、皆さん、understand とそして know の違いですが、皆さん、これよく問われるんですが、know は知っているということですから、皆さん、その情報を得たのは過去ですからね。そして一方、understand、これはこれから理解するというイメージですからね。つまり未来の内容。で、皆さん、今回どっちですかということですが、空所の右側読み進めていくと、助動詞 will。未来を示す表現がありますよね。ですから、過去の内容を示す know の2番、3番、×ですね。あと皆さん、空所の左側、to がございますが、1番だったら to have 過去分詞。で、4番だったら単なる to 不定詞。これ、時制の違いでありましたね。特に1番の to have 過去分詞は、時制が過去に1つずれてる場合に使用するんでしたね。ですが、皆さん、今日の文章、過去の方へ1つ時制がずれている表現は全くないですね。ですから、素直に to 不定詞4番が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、長文の中での問題でございます。話の流れは追わなくていいですからね。まずはこの下線部1番に対する設問の指示ですね。一読お願いします。さあ皆さん、選択肢の検討をお願いします。これも下線部1番、vital。重要なという意味でしたね。ですから、重要なという意味に一番近いものと言われたら、4番の necessary ですよね。で、もちろん1番であれば豊富な、2番は健康な、3番は生き生きとした。ですから重要に近いものとして、やはり4番が正解です。さあ皆さん、続いて問いの2番の設問の指示の一読をお願いします。では皆さん、この空所に入れる選択肢ですね。4つの中から選んでください。で、皆さん、これは空所の左がセットとセットで使えるものですね。もちろん選択肢の3番、セットインは存在してますが、それは季節などが始まる話ですからね。今回はそういう話ではないので、正解は4番ですよね。set off。うにゃうにゃを始める。その熟語の知識ということでよろしいかと思います。さ
あ、続いてトニオ3番でございます。説明の指示の一読をお願いします。さあ、皆さん、こちら空所3番に入れる選択肢ですね。考えていただけるとよろしいかと思います。これは空所の左が figure とセットで使うものですね。もちろん正解は3番ですよね。figure out。うにゃうにゃを理解するという意味の熟語でよろしかったかと思います。では皆さん、続いて問いの7番の説問指示の一読をお願いします。では皆さん、こちら空所ですね。検討お願いします。で、これ空所の左側、エイムときたらあれですよね。もちろん正解は1番ですよね。aim at、うにゃうにゃを狙う。その熟語の知識で1番、よろしいかと思います。では皆さん、続いて問いの8番の説問の指示の一読をお願いします。すみません、下線部8番、これでございますので、検討お願いします。すみません、下線部8番ですが、これそのままいくと吸収するという意味ですね。で、これで皆さん選択肢選べと言われたら、1番、take after, 煮る。2番は取り入れる。3番は離陸するんですね。で、4番は取り出す。で、この中から吸収すると一番近いものと言われたら、もちろん2番ですよね。取り入れる。もしくは情報を自分の頭の中に取り入れるというイメージから理解するというふうに訳していただいてもいいですからね。ですから正解は2番ということでよろしいかと思います。さあ、続いて問いの12番でございます。説問の指示の一読をお願いします。さあ、皆さん、下線部12番、これでございますね。検討お願いします。もちろん皆さん、下線部12番、プロポーネンツ。支持者という単語の意味が分かっていると一瞬ですよね。支持してくれる。賛成してくれる人でございますので、もちろん4番が正解ですね。その考えに好意的な人々。ですから、これも単語の問題ということで、4番が正解でよろしいかと思います。サムさん、お疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で、次につながる情報ですね。ホワイトボードにまとめていきたいと思います。まずは1番、try to 不定詞、try ing。という不定詞の方は、しようと努力するという意味でしたね。そして一方、ing がくっつくと、試しに V してみるということで、意味が全く違いますからね。ゆうみさん、このあたりごっちゃにしてですね、両方とも試みるというふうに訳してしまう方は多いかと思いますが、そこは避けていただきたいです。そして二つ目、to have 過去分詞。これ皆さん、文全体の時制よりも、一つ古いことを示しているんですが、これへの意識がちょっと薄い方いらっしゃるかと思います。ですので皆さん、この解説動画はすでに存在しておりますので、そのリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。気になる方はこの後お時間よろしければご視聴ください。そして3番目、be in contact。ときたら後ろは前置詞 with ですね。もちろんには連絡を取ってるということでよろしいかと思います。そして4番 no ですね。もちろん知ってるでいいんですが、過去に得た情報を知っている、もしくは理解しているという風に押さえておいた方が安全です。そして5番目 vital。重要なという意味でしたね。そして6番目 set in と set off。set in の方は季節などが始まるということでしたね。で、さ、set off の方はうにゃうにゃ始める。で、7番目 figure out。うんたらかんたらを理解する。で、8番 aim ときたら後ろの前置詞は at。で、うにゃうにゃを狙うとか、狙いを定める。そんな意味でしたね。で、9番目、take after。皆さん、リゼンブルとほぼイコールということでよろしかったかと思います。うにゃうにゃに似るんですね。さあ、皆さん、ホワイトボードをまとめてみましたが、この後ちょっと10番以降もございますので、一つこのホワイトボードは後でちょっと消したいと思います。ですので、皆さんにちょっと今ご覧になっていただいてですね、知らない情報ございましたら、この後の音を取っていただけるとよろしいかと思います。ということで、一旦画面を切り替えます。それでは先ほどの続きでございます。10番、テイクイン。うんたらかんたらを取り入れる。もしくは皆さん、頭の中に情報を取り入れるというイメージから、うにゃうにゃを理解するという意味も押さえておいた方が安全です。そして11番、テイクオフ。離陸する。12番、テイクアウト。取り出すんですね。そして13番目、プロポーネント。支持者。もしくは賛成してくれる人ですね。たぶんこれは反対ことですね。セットで押さえた方が覚えやすいかと思いますので、やっておきますね。もちろんそれは、オポーネント。反対する人ですね。で、このオポーネントの一番左側ですね。動詞でオポーズ、反対する。ここから皆さん派生させていただけるとよろしいかと思います。そして皆さん最後14番でございます。皆さん、理科大は単独で文法問題問われますが、長文の中でも単語、熟語、文法、
かなり効いてきますよね。ですから熟語集をちゃんと一冊やってますか？まあやっておいた方がいいですね。もちろん掲載されている表現ですが、800から1000ぐらいはあった方が安全です。ですからよく文法の問題集なんかでなんとか賄おうというふうに考える方いらっしゃるかと思いますが、ちょっとそれでは少ない感じもしますからね、きっちり一冊仕上げた方がよろしいかと思います。そして熟語集をいくらやったとしてもですね、未知の表現はやっぱり出てきますので、今日なんかもそうですが、知らないものがもしありましたらノートに書き出しておいて、試験直前とか模擬試験直前ですね、そこで一気に頭の中に詰め込んでいただけるとよろしいかと思います。ですから意味が分かっていると一瞬で答えが分かる、そういう問題が多いですからね。ですのでこのあたりも意識していただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、ノートを取る方はどうぞということで、参考になさってください。